メガラクネは、古生大石炭紀に生息した海サソリの一族。円盤状に張り出したセイタを特徴とし、アルゼンチンから発見されるメグラクニーセルバナイという一種の数少ない化石の実によって知られる。本族が発見当初にクモと誤認されたことにより、学名、メグラクニーは古代ニリシア語の、ミューガンマアルファーとローカイニューイータの合成で、すなわち、巨大なクモを意味する。 メガラクネは昔今を通じてハサミ角類の接触動物と考えられるが、それ以降の本質に対する解釈は2000年代を介して化石の発見によって大きく変わった。1980年から巨大雲として広く知られたが、この復元は後に疑問視され、やがて2005年に海サソリであると判明した。メガラクネの化石と 巨大な雲と誤って復元されたメガラクネの模型1980年メガラクネはアルゼンチンの古生物学者マリオ・ハニコンによって記載されたホロタイプとなる化石コード PZ2110 はアルゼンチンにおける地質時代は石炭気候気のアッセリアン機にあたるバホデベリスフォーメーションから採取されたこのホロタイプの本体は大まかにくびれのある前半部と 筋のある円盤状の後半部の二部に分かれ、集約した数体の目と数本の足は、その前半部の中央と両円に配置される。ハニコン1980は、本体の前後二部をそれぞれ、ヘラ状のハサミ角と台形の廃校と、毛のある後、体と判断し、集約した目は、すべてが単眼で、目柄くねを巨大なトタテグモした目の雲と解釈していた。また、 そのホロタイプに対する X 線、マイクロトモグラフィ的解析で発見された裏側の痕跡も雲らしき構造と解釈された。この化石の足の長さは5 0トルと推定され、基地最大の原生雲であるルブロンオツチグモを土雲を超えることにより、メガラクネは史上最大の雲であるとされた。原記述が公表される以降、 巨大な雲として復元されるメガラクネは広く知られるようになり、その姿は各地の博物館で展示され、ドキュメンタリーにも採用されるほどである。しかしこの解釈は後に多くに雲学者に疑わしく見受けられ、特にその廃坑は後方近くに一本の溝が走りことと、ハサミ角がヘラ状であることは雲にしては異様である。しかし、 メガラクネのホロタイプは長らく銀行の金庫に保存されており、直接に研究できず、その石膏模型しか入手できなかった。海サソリとして新たに復元されたメガラクネ。前方の足と角足の先端は不明で、あと体の後半部や微節などは禁煙のウッドワードプタースに基づいて復元。二つ目のメガラクネの化石は後にホロタイプと同じ、発見地で見つかり、 この新たな化石は、ホロタイプにあるハサミ角と腹部をかけているが、代わりに、廃校の両縁と足の基部が保存される。2005年、イギリスの古生物学者兼クモ学者であるジョゼ A、コウンカと、アルゼンチンのクモ学者であるマリオ A、ハニコンとジョゼ A、コウンカからなる研究チームは、メガラクネの化石を、海サソリである、ウッドワードプタースやセルトックテニズと比較し、 再検討していた。結果として、メガラクネの化石は、雲の特徴を書き、外骨格の表面構造は、海サソリ的で、各部位の形態も、前述の海サソリの背後目、背板、足によく紛合しており、本属はそれらに、近縁の海サソリであると判明した。すなわち、メガラクネの二つの化石ともあと体の大半を、欠損した海サソリであり、 ホロタイプで、雲的と解釈された部分の本質は、次の通りに解明された。ハサミ角廃坑の前半部、両ハサミ角の境目廃坑を前半中央の、隆起線廃坑廃坑の後半部と後体1枚目の、セータ廃坑後方の溝を廃坑と後体の、境目集約した、数体の単眼角1体の単眼と、複眼、5体5体2枚目のセータまた、 ハニコン 1980DX 線マイクロトモグラフィによって発見されるホロタイプの裏側の痕跡は該当化石に由来でなく単にその下の石のひび割れであることも指摘されるメガラクネと人のサイズ比較図体長 54cm に及ぶと推測される中型の海サソリである。体表は隆起が密生し局部のみが知られる。全体の廃坑は縦長く。 左右が、わずかにくびれる。各一体の副眼と単眼は、廃校の中央に集約し、隆起線はその前方に一本と後方に、T の字型で廃校の正中線を走る。六体の前体付属子のうち五三体の足のみが知られ、前三体の付属子であるハサミ角、第一脚と第二脚は不明。基地のそれぞれの足はほぼ同型で、顎元のある、 元節以降の施設は長く、溝が走り、それぞれの先端はやや膨らんでいる。先端の形態は不明。最初の一体は、途中の施設に、ブレード状の突起がある。あと体は、最初二枚の背板のみが知られ、一枚目の背板は、背後に密着して、横幅が広く、左右は、後ろ向きの洋状に突出する。表面に筋が並んでいる二枚目の聖板が円盤状に、 ハりダメガラクネの生態に関しては不明点が多い。ヒベルトプテルスのように、前方の足にあるブレード状の突起を用いて、水中の堆積物から餌を集めていたとされるが、堆積学的証拠によると、その生息環境は海洋ではなかったことが示される。円盤状の第二世板の機能は不明。幅広い跡体第一から二世板を共有派生形質とし、 メガラクネ族メグラクニーはウトワードプタース族、マイケタラップス族と共に、マイケタラパデイカに分類される海ソリである。その中で、マイケタラップス族が、メガラクネ族に最も近煙と考えられる。なお、この3つの族はシノニムで、それぞれの相違点は、単に同族における違う成長段階を表した特徴にである、可能性もある。2020年現在、 メガラクネ族は、メグラクニーセルバナイという一種の実が含まれる。ありがとうございます。